空から見るイギリス王室関連施設、バッキンガム宮殿。バッキンガム宮殿はイギリスロンドンにある宮殿であり、イギリス国王の使用居住地でもあります。バッキンガム宮殿内に客室は775室あり、そのうち188室が職員用寝室、92室が事務室、78室がバスルーム、52室が主寝室、19室が特別室となっています。宮殿に勤務する人は約450名であり、年間の招待客は4万人に上ります。衛兵交代式はイギリス観光の見どころにもなっており、4月から7月までは毎日1回、他の月では2日に1回ずつ午前11時30分に行われています。現在では7月下旬から9月下旬の約10週間の間に限り一般入場が可能となっており、入場料はウィンザー城を修復するための費用に充てられています。ウィンザー城。ウィンザー城はイギリスワークシャー州ウィンザーにあるイギリス国王の公邸の一つです。イギリス王室が所有しており、イギリス国王が週末を過ごす場所でもあります。イギリス国王がウィンザー城を訪れている時には王室旗が、平日などの国王が不在の時にはイギリス国旗がはためいています。延べ床面積は約4万5千平方メートルであり、居住者がいるものとしては世界最大の城で、ヨーロッパで最も長く使われている王宮でもあります。11世紀にウィリアム1世が木造の砦を築いたのがウィンザー城の始まりで、その後何世紀にもわたって建て替えられてきており、19世紀前半に大規模な改修が行われ、現在のゴシック式の城が完成しました。セントジェームズ宮殿。セントジェームズ宮殿はイギリスロンドンのシティオブウェストミンスターにある最も古い宮殿の一つです。宮殿はヘンリー8世の命令で、聖ジェームズに捧げられたハンセン病患者用病院がかつてあった場所に建てられました。新宮殿はヘンリー8世がホワイトホール宮殿に次いで肩入れしたものであり、4つの中庭を囲むテューダー様式の赤レンガで建設されました。ホワイトホール宮殿は火事で使用できなくなった1698年からロンドンでのスチュアート王家の第一の王宮となり、王朝の行政の中枢となりました。現在はアン王女とアレクサンドラ王女のロンドンでの住居として使用されています。ハンプトンコート宮殿。ハンプトンコート宮殿はイギリスロンドン南西部リッチモンド・アポン・テムズ・ロンドン特別区にある旧王宮です。宮殿は主要な観光名所として一般公開されており、宮殿の庭園は毎年開催されるハンプトンコート宮殿フラワーショーの会場になります。1760年のジョージ3世即位以降、君主たちはロンドンの宮殿の方を好むようになり、ハンプトンコートは王宮としての役割を終えました。この宮殿にはアンブーリンの幽霊やヘンリー8世の幽霊などといったかつてのイギリス王室メンバーの幽霊が現れると言われています。ハンプトンコートには世界的に有名なハンプトンコート宮殿の迷路園があり、その規模は1300平方メートルで800メートルの散歩道を含んでいます。ケンジントン宮殿。ケンジントン宮殿はイギリスロンドンにある宮殿です。現在はイギリス王室メンバーであるウィリアム皇太子一家、グロスター公爵リチャード、マイケル王子夫妻などが居住しています。宮殿の起源は17世紀にノッティンガム博のためにケンジントンに建設されたノッティンガムハウスです。この館は1689年にイングランド国王ウィリアム3世によってノッティンガム博ダニエル・フィンチから買い取られました。数世紀の間イギリス王室の面々はこの宮殿を愛用してきましたが、正式な宮殿はセントジェームズ宮殿のままでした。今日ではマーガレット王女が住んでいたアパートメント 1A の庭部分のみ一般公開されています。ホリールード宮殿。ホリールード宮殿はスコットランドエディンバラにある宮殿です。正式名称はホリールードハウス宮殿であり、前身は1128年にデイビッド1世によって建てられた寺院です。15世紀からスコットランド国王夫妻の住居として使われてきており、
前イギリス国王のエリザベス2世の下記の滞在地としても使用されていました。女王エリザベス2世は公式行事の一環でスコットランドを訪問する際にはこの宮殿に必ず滞在し、私的滞在にはバルモラル宮殿を利用していました。1646年にチャールズ1世が初代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンをホリールードの管理人に指名して以来、現在までその子孫が世襲してポストを守っています。エルサム宮殿。エルサム宮殿はイギリス・ロンドンの南東部にあるグリニッチ王立区内にある邸宅です。エルサム宮殿は中世王宮の大広間と1930年代に増築されたアールデコ様式の建物から構成されています。大広間のハンマービーム屋根はイングランドで3番目に大きく、アールデコ調の内装はモダンデザインの傑作と評されています。もともとの宮殿は1305年にダラム司教アンソニー・ベクからエドワード2世に贈られたものであり、14世紀から16世紀まで王宮として使用されていました。1995年からはイングリッシュヘリテージが宮殿の管理を引き継ぎ、1999年には内装と庭園の大規模な修理と修復が行われました。ロンドン塔。ロンドン塔はイギリス・ロンドンを流れるテムズ川岸、イーストエンドに築かれた中世の城塞です。正式名称は国王陛下のロンドン塔の宮殿及び要塞であり、現在も礼儀的な武器の保管庫や礼拝堂などとして使用されています。1066年にウィリアム制副王が1078年にロンドンを外敵から守るために堅固な要塞の建設を命じ、塔部分を完成させ、リチャード1世が城壁の周囲の堀の建設を始め、ヘンリー3世が完成させました。国王が居住する宮殿として1625年まで使われ、14から19世紀にかけては造幣所や天文台も兼ね、1640年までは銀行、13世紀から1834年までは王立動物園でもありました。世界最大級のカットダイヤモンドカリナンもロンドン塔で保管されています。ウェストミンスター寺院。ウェストミンスター寺院はイギリス・ロンドンのウェストミンスターにあるイングランド国教会の教会です。11世紀にエドワード三世王が建設し、1245年にヘンリー3世によりフランスのゴシック様式に倣って改装が行われました。戴冠式などの王室行事が執行され、内部の壁と床には歴代の王や女王、政治家、科学者などが埋葬されています。墓地としてはすでに満開状態で、新たに埋葬するスペースはなくなっています。ウィリアム1世以来、エドワード5世とエドワード8世を除く全てのイギリスの歴代王がエドワード三世王の礼拝室で戴冠式を行っています。1987年に聖マーガレット教会とともに世界文化遺産に登録されました。セントポール大聖堂。セントポール大聖堂はロンドンの金融街であるシティオブロンドンにある大聖堂です。最初のセントポール大聖堂は607年頃建設されましたが、その後焼失、その後2度の再築と焼失を経験し、現在の大聖堂はチャールズ2世の勅命により1675年から35年の歳月をかけて建築されたものです。ウェストミンスター寺院がイギリス王室の菩提寺と例えられるのに対して、セントポール大聖堂は市民の大聖堂として古くからロンドン市民に親しまれてきました。セントポール大聖堂はイギリスが関わった2度の世界大戦の勝利を祝賀する式典の場として使用され、古くにはエリザベス1世女王による無敵艦隊撃滅記念式典が行われました。1981年には当時のチャールズ皇太子とダイアナ妃の結婚式が行われました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。